皆さんこんにちは、堀京子役の戸松遥です。皆さんこんにちは、宮村泉役内山聖輝です。皆さんこんにちは、監督の石浜雅史です。堀宮ピースページ1、修学旅行のオーディオコメンタリーとなります。堀宮では初のコメンタリー収録となり、これから前は実施していきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな1話のゲストと言っていいのか、はい、監督が早速来てくださいました、はい、よろしくお願いします。監督、コメンタリーとかは普段やられてるんですか？自分の作品は割とやってるケースが多くて。あ、そうなんですね。堀宮の一揆はなかったですよね。そうですね、なかったんですけど、以前の作品でペルソナ、はい、ではあの福山さんを MC に好き勝手やってましたよ、はい、あ、そういうのがあったんですね、はい、好き勝手のまあ、まあそんな感じで堀宮ピーススタートいたしましたけれども、はい、なんかこう監督の中でこだわりのポイントとか。こだわり、オープニングはどうですか？オープニングもそう、やっぱあの曲聞いた時に、はい、なんかこんなに熱い思いをガンガンにこうなんていうんですかね、来る曲って思ってなかったんですよ実際。なのでなんかこう凝ったオープニングにするよりは、はい、なんかその感情がスッと視聴者に入ってくるような映像にしたいなと思いましたね。はい、そういう曲を聞いてる時ってなんか。あのオープニングとかエンディング見てると音ハメっていうんですかね、リズムにパンパンで合わせたりする演出とかもあるじゃないですか、はいはいはい、あります、あります。ああいうの とかは聞いてる時にここいけそうだなみたいに狙っていくのが必ずそのなんか音と歌と楽器あるじゃないですか、はいはいはい、それになんか一番こうする映像っていうのがうまく浮かんだらそれを絶対はめなきゃっていうのがあるんですよ。あ、リズムに合わせるっていうよりは、はい、なんかその音楽全体の中のポイントポイントにしっかり何か映像を合わせるっていう感じですね。はい、パッと浮かぶんですか？こう自分の中で、はい、音楽を聴いた時にパッて浮かぶんですか？パッと浮かばないから時間かかっちゃうんですよ。何度も聴いてすごい聴きます。あの空で完全に歌えるようになるまで完全に聴き込んでからやりますね。覚え切ってからですね、全部を。ね、あとなんか歌詞の深い意味とかまでしっかり読み込めるまで時間がやっぱかかるので、実際相当聞きますよ。ああ、そうなんですね、はい、歌詞もそうだし作品の世界観とまたマッチさせ て、 っていう。そうですね、うーん、作品の世界観すごい大事にしてるつもりです。わあ、はい、素晴らしい。でも中学の時より、はあ、そんなピースの1話が修学旅行のお話なんですけど、うんうん、これは1話はなんで このお話にしようと思われたんですか？これはまあシリーズ構成上で、うん、石岡さんの方がやっぱりそのまず修学旅行は一気でできなかったんですよね。その弾いた理由が、はい、人は丸々修学旅行にしないとバランスが悪いんじゃないかっていうことで、はい、その13本しかない中で、はい、人は丸々使えないっていう、なんですかね、バランスですね。なるほど。それがあって一気でできなかった分、はい、やっぱり修学旅行見たかったという意見が多かったらしいんですよね、相当。なので、まあ、修学旅行絶対入れようということで、修学旅行スタートはもうバランスですね。なるほど。安全に。監督はあの一気ああやって、はい、本当まあ原作の最後の方まで、はい、お話進めて2期やるぞっていう知らせ聞いた時はどうだったんですか？そうですね、なんか堀宮ってあのこう言っちゃなんですけど、はい、すごい作りやすいんですよ。あ、そうなんですか？原作しっかりしてますし、はい、役者さんがディレクションいらないぐらいみんな賢くて上手いじゃないですか。いやなのでその楽なんですよ。あの大変になるポイントがことごとく少ないんですよね。なので一気でやりきっちゃって、うん、もうやることないぐらいに当然持っていったつもりなんですけれども、そうですよね、まだやることたくさんあるぞっていう、なんていうか余白はものすごいあったので、まあ、エピソード的には読者の方々からすれば あそこもやってほしいなとか、たくさんありましたもんね。このキャラで入れてほしいなとかあったでしょうからね、はい、なのでむしろなんかやれてよかったなって思いましたね。はい、確かになんかこう堀と宮村以外の他の登場人物のなんかこうドラマとか、うん、なんか一方その頃みたいな感じのなんかもっとこう掘り下げられてる感じがなんかありますよね、ピースになってから、ね、各キャラにいろんな思いとかドラマがありますからね。ありますね。なんかこう髪長い宮村も新鮮でした。やっぱこう時系列追ってくと
もう見られないから、うんうんうん、そうですよ ね今回は ねその辺も注目ですね、はい、いつの宮村かっていう、そうなんですよ、その辺のなんか肌合いもお二人全然何も言わなくても簡単にこなすんですよね。いや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 、簡単って言っちゃいけないですね、あのちゃんと考えてらっしゃってそれをやってるんでしょうけども、こっちにはさらっとやってる感がすごく強くて、さらっと聞かせたいんですけど、はい、そのさらっと感がなんか難しいですよね。いやいや本当にさらっと聞けますよ、毎回。ポリミアってしかもこう改めて完成したものを見ると、1話の中にすごいたくさんのものがギュッと詰まってるし、テンション感というかギャグっぽいところもあれば、ちょっと切な系なシーンもあったり、シリアスのシーンもあったり、目まぐるしいじゃないですか。確かに。その辺はこう絵の雰囲気とかもやっぱその話に合わせてタッチを変えるじゃないですけど、そうですね、結構変えますよね。なんか強引なところもあるかなと思うんですけれども、はいはい、なんかこのテンポ感はホリミアだと成立しちゃうなっていうところがあるので、確かにその詰め込みますね、詰め込むっていう感じなんですね、はい、ガンガンに。2期は1期より詰め込んでますね、明らかに、あ、でもそうですね、はい、確かに。テンポがすごいんだよな、ね、演じている感覚とまた視聴者になってから出来上がったのを見るので、また、うん、演じてる時はなんかこう結構演じてるから忙しかったり、忙しいよね。そう、詰め込んだやつってアフレコの時は忙しいって感じるんだけど、ちゃんと整えたものを見ると、ああすげえテンポよく見えて楽しい30分だったなって、多分絵のスタッフの方々もそうだと思うんですけど、あのあれ何なんですかね、ちょっと違うんですね、面白いですね。うーん、確かに。いや、まあ、修学旅行楽しそうですね、本当に、ね、監督、はい、監督、本当素朴な疑問なんですけど、はい、監督の仕事って、はい、多岐にわたると思うんですけど、具体的にどんな感じになってくるんですかね。確かに、なんか分かりやすく言うと、はい、作品を守るというか、守る、なんかこう外れた人がいたらちょっと違うよとか、なんかそういう全体に目を行き渡らせて、うん、で視聴者に対してストレスないようにしたりとか、当然あのアフレコの時に役者さんたちがストレスないようにこう収録できるようにとか、はい、なんかそういうところはきちんと目を光らせるっていうのが割と具体的な役割かなと思うんですよね、その自分の場合は、特にホリミアにおいては原作がしっかりしてるので、なんかその例えば監督の作家性とかを出す必要がないですし、あ、そうなんですか、ないですね、なんかその自分の引き出しの中でやれることをしっかりやるっていう形になりますよね、うん、なんか世界観を壊さないっていうのが結構大事なテーマになってる作品ではありますね。ホリミアの世界観って独特ですよね。そうそうそう、時代設定もそうだし、そうですよね、確かに、か今じゃないじゃないですか、今じゃないんですよね、ガラケー使ってたりするし、はい、キャラクターもそれぞれ変わってるし、うん、なんか独特のノリっていうんですかね、うんうん、なんか言葉で説明しづらいですよね。わかりますよ、なんかアニメっぽいセリフをちょいと足そうとしようもんなら、うん、やっぱ原作の人に違和感をしっかりと指摘されますね。あ、そうなんですか、やっぱ世界観しっかりしてるし、うん、ある種独特ではあるんだなって思いますね、うん、そういう時に、うん、確かに、うん、その上で結構いろいろギャグシーンとかしっかり恋愛のシーンとかあるじゃないですか、はい、こう監督の中ですごいこだわったポイントとか大事にしてたとことか。そうですね、なんかやっぱり自分なりにっていうよりもホリミアとしてしっかりしなきゃっていうのは、うん、あの人と人との距離感ですね、それやっぱ原作のチームにはすごく言われてることなんですけれども、うん、なんかキャラクター同士のそれぞれのしっかりした距離感っていうのは、はい、もうどうしても超えられない距離もあるし、入っていける距離っていうのもあるんですけど、そこの部分のなんか測り方っていうんですかね、うん、なんかそのすごくしっかりしてるというか、はい、あの超えてはいけない部分が割とちゃんとしているっていうところがありますね。昨日ちゃんと調べとけばよかった。確かに。なるほど、キャラクターの関係性それぞれ、ね、ありますから、ね、でもそれを本当にちゃんと演じ切るのが毎回収録で聞いてて、はい、本当あっぱれって思いますね。あ、嬉しい、あっぱれ嬉しい、何も言わないですからね、こっちから。でも確かにホリミアはリテイクがすごい少なかった。どんどん言っていいんですよ、もう、うん、言う人がなきゃ言わないですよ、もちろん。いや、なんか無意味なこと言ってもしょうがないですからね。いやいや、なんかどんな話がされてたのかなとか、はい、まあ、聞こえないのでこっちには、はい、なんかそのいつも思うんですよ、一応
テストが終わった時にチェックするじゃないですか、はいはい、その間皆さん談笑していらっしゃいますよね。そうですね。それが長いと申し訳ないなと思うんですよ。大した話してないんですよこっち。全然違うことでちょっと揉めたりして、はい、役者さんの芝居に対しての何かそのディレクションってないんですよほぼ。うん、特にこのメインチーム、はい、なくて、なんかさっさと返してあげればいいけど、なんか話しちゃってるなっていうことが多々あるんですよね。